1週間の仕事を終えた金曜日の夜、今が最も月曜日から遠い瞬間、こんな時はあのバーに行くに限ります。今日はどんなお酒を飲もうか、カウンターにはどんな人が来ているのか、そしてどんな面白い話ができるのか、考えるだけでもワクワクして疲れているのに次第に歩調が速くなってしまいます。高架下の賑やかな酒場の誘惑を振り切って路地を歩くと、小さなバーが見えてきました。ここは通称怪人酒場。金曜の夜、このバーは常連客が集まって怪しい話に花が咲くんです。さあお店に入りましょう。いらっしゃいませ。いやあマスター、いつものお願いします。かしこまりました。フライデーナイトバー怪人酒場。あ、ヤスさんこんばんは。おー、デゴさんこんばんは。今週も1週間お疲れ様でした。いやー、ね、本当にね、お疲れ様でした。いや、まあ、しかし週末にこうやってバーで飲みながらいろんな話をしていると、まあ、1週間のね疲れもね飛んでいきますね。そうですよね。あ、隣の席では常連の皆さんがメイクアフェアの話してますよ。お、いいですね。ぜひこの話も聞かせてもらいましょうか。作って感想をもらえ、あ、でもだからあれですね、メイクアフェアとかいう展示会に出すのって作る段階でも十分楽しいんですけど、あの人から反応をもらえるんですね。あれが楽しいんですよ、ね、そうですね。ね、本当にそれがすごくて、あのずっと喋る。わかる。聞かれたら、あ、これはですね、お、あ、さすがさすが、これはですね、やばせ、そこにしゃ大変だ。あ、そこもね、いい人だよね。あ、ずっと一日ずっと立ちっぱなしで、飯食う暇なし。わかるわかる。本当にそう。そういう生き物なんで。いや、反応もらえるの、めちゃめちゃ嬉しいですよね、本当に。この日の、この、ばかりは俺が主役。そう、あれ何が楽しいって、しゅ、なんだろう、会場に来る人と出店者側が一番楽しいですよね、あれまして。そうなんです。そう、そう。やめらんねえぜ。そう。あれ、みんなを楽しませてるようなこうイベントに見せかけて、実は出店者が一番こうウハウハみたいな感じで、ね。心が。すごい時間かけて作ったものをなんか理解してくれる人がいるというだけで、もう自分はどこのかという。それはマジでそうですね。なんかこっちが説明してないこともなんか向こうが汲み取って、ここめっちゃ苦労しましたよねとか言ってくれると、あ、もう涙出てくる。あ、そう。握手、握手します。あ、分かってますね。そう、説明分かってくれた、分かってくれた、すごい分かってくれたっていうの嬉しいですよね。だから僕はあのこう前もなんかこうメイカフェア京都とかに見てて、こう旗から見てると、ヤスさんが一番目キラッとするのセリフが、あ、そうおっしゃる通りですって言ってて、おっしゃる通りです、すげえ聞いたなと。おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。そうそう、普通なんかこう指摘された時ってさ、こんなことは分かってんだよみたいな感じでこうおっしゃる通りなんですけれどもみたいなセリフになりがちなのに、なんかメーカーフェアとかのおっしゃる通りですはすごい、もうみんなパーッとこう顔を明るくして、あ、そう、じゃあ分かってるみたいな。そうですね、すごいポジティブなおっしゃる通りですが聞ける最低のメーカーフェア。マジでそうですね。最大限の喜びを表した言葉がおっしゃる通りですね。結構ね、その質問してくる人のレベルってやっぱり千差万別じゃないですか。本当の本当の全然知らない人から、ちょっとわかる人から、ガチでわかる人から、異分野だけど、頭がいいから分かってくれる人とか、いろんなその知識レベルがある中で、でもやっぱり自分のこだわったポイントを汲み取って理解して、じゃあもしかしてこれってみたいな、あ、さすがっす、おっしゃる通り、その通りなんですよ。さすがっすね。いや、さすが、握手してください。めちゃくちゃ嬉しいですね。それでリップサービスじゃなくて本当に嬉しい。何人かいるんですね、
全員が全員じゃないですか、何人かいらっしゃる。そうそう、うん、でもいますよね、たまにすごい鋭い心理をちゃんと分かってる人みたいな、うんうん、この短時間でなぜそこに頭が追いつくのか、すげえなこの人みたいな人いますよ、うん、俺の 何年間をこの人は一瞬で理解した、マジですげえみたいな。大学の教員とか研究者混ざってるんですよね、あの群衆の中に。ありがとうございますね。いますね、なんか。群衆の中に。前のミニカーフェア京都で普通にあの消費破綻の研究やってる教授の先生いてました、ね。ガチじゃん。本物。やっぱこれエグゾースキャノンでいいですけど、みたいな。あれは結構ビビりました。でも普通にね、なんか一般の人がこれすごいですねって反応もらえるだけでも嬉しいですから、ね、うん、その通り、うん、普段我々はだって、ね、身内同士でもさ、あ、また作ってんなぐらいの、そんな感じですね。我々は慣れちゃってますもんね。そうね、確かに。いや、我々は多分お互い反応した方がいいのかもしれない。そうですね、それは正しい。ピジさんが放電しててもまた放電してんなって思ってる。心が擦れちゃってる。擦れちゃってる。我々もフレッシュな感想を出したい。そう。あ、なんか最近の放電ちょっと感じ違いますねみたいな。バスで当たりましたみたいな。それめっちゃ嬉しい。なびますね。すぎる。やっぱり原体験をね、思い出したいですよね。思い出して。上流マシーン楽しいですよ。ずっとやってない、なんか、やっさん、ね。上流マシーン完全に新規分野なんで、ね、超面白いですよ。超楽しそう。そう、超。お客さんがいるんでしょ、ね、そこに。完全に開拓してますもんね、今。ゴリゴリに市場を作ったんですよ、今。だって他誰もやってないもんね。全然独創ですよ、マジで。他に誰もいないんで、人が。歴史を作ってる、今。歴史作りますよ。作った機械の作った分だけ歴史が作られるってなかなかこうない分野ですね。ないですね。先人がやり尽くしたところを趣味でこうつっついて面白い面白いっていうわけじゃなくて、マジでない機械なんで、うん、すごいフィードバックも多いし、実際に使って喜んでくれるし、かなりやりがいがある分野ですね。そこはもうそろそろ安式なんとかみたいな感じで論文1本を書いておいた方がいいんじゃないですか。いやね、論文ってもんじゃないですか。安式ってなんだみたいな。技法ですね、確かに。論文じゃなくて、なんとか、なんとか技法のやつです。逆になんかこう、もう、特許とか書いて情報公開しちゃいけないタイプのノウハウみたいなやつが溜まってそうな気がするけど。いやでも、あれノウハウではなくて、
単純に組み合わせ寄せ集めなんですよ。あ、そうか、だから全部基地の技術なんだけれども、それをこういう風にこういうバランスで組み合わせるとこんな効果がっていうような。あ、そうですね、効果というか、なんでしょう、結局ユーザーが明確なんで、ユーザーと利用シーンが明確なので、もうあとはバランスですよ、ね、いかに狙ったコストの範囲で、いかにユーザーが嬉しいと思った機能をいかにこうちゃんと実装してやるかみたいな。だからなんか技術というかプロダクト開発って感じですね。だからシステムとして完成させる作品みたいな、そんな感じ。そうですね、とんでもない出力を出すとか、なんか今までの今までの渦間重工とはちょっと違ったことをしてます。最大スペック最大値を伸ばす、特性を伸ばすではなくて、バランスと調和をこう保った実用性プロダクツなんだから、はい、しかもそれがコスト高すぎてもダメっていう。そうなんですよ、運用も考えたプロダクツ。そうなんです。とにかく使ってくれる人がどういう、なんでしょう、バックグラウンドを持っていて、どういうことを言ったら、どういう機能があったら嬉しいかっていうのをめちゃめちゃ想像した上で言葉選びとかをして、こう PR の文章とか考えていきます。ああ、技術の人が使うやつ、これが何が嬉しいかと言いますとっていう。あ、そう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 嬉しさをこう、嬉しさを意識してその蒸留機は展示にメーカーフェア出されるんですか？一応出します。ただ、今開発してるそのフラッグシップの最新型は間に合わないです。やっぱり間に合わない。間に合ったらよかったんですけどね。ちょっとね、間に合わないですね。まあ、それはまあ、ポスターとかで展示して、まあ、あ、そう、ポスター出展で、はい、どうします。でもそうだ、PJ さんは MF 東京で何を、はい、やるんですか？何だと思います？わかんないな、なんだろうな。ジェットエンジンとかやられてましたよね。だからジェットエンジンの次だから、あ、いいですね、ジェットエンジン、核融合エンジンとかですか？あの、炎を出すなって言われてまして。あ、まあ、テスラクウェルです。知ってた、知ってた。なんか今年は新しいテスラコイルなんですか？そうなりたかった人生でした。いつも鳥かごは見れる。まあいつも通り鳥かごは置いてあります。以上です。あの鳥かごの中にはなんか模型の鳥とか入れなくても燃えるから怒られるんですか？多分入れても大丈夫じゃないかな。ツイッターの鳥でも入れとく？そうですね。ああ、そうですね。供養しましょうよ。くっそ哀れな青い鳥ということで。誰か 3D プリンターで作ってくれ、ツイッター。みんな持ってる。入れ、じゃあ入れられるよ。で、放電をこう食らったら、あの、X の文字がピカーって中で光るよ。ネオン管仕込んどく。ネオン管を仕込んどく。ビビビビって言うと、あの、青い、あの、ツイッターのツイッターバードが中でクスってこう光る。かわいそう。そしてそのうち燃える。燃えてく黒になる。中のエクスが出てくる。中のエクスが出てくる。黒い側がフェニックスっぽい。フェニックス。
ません。私はちょっとそろそろ寝ようかなと思っております。お、ちょっといやー。お、連日の疲労が、連日の疲労がピークに達しており、もう、もう、無理ではですね。早く寝た方がいい。すみません、それではちょっと一足を先に失礼いたします。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。フライデーナイトバー怪人酒場。